みっちゃんです。いつもありがとうございます。今日はこんにゃくチンジャオロースを作ります。皆さん、こんにゃくを凍らせたことってありますか？こんにゃくを凍らせると水分が抜けてコリコリっとした食感になるんです。その凍らせたこんにゃくを使って今日はチンジャオロースを作っていきます。めちゃめちゃ美味しいのでぜひ作ってみてください。それでは作っていきましょう。めっちゃヘルシーだよ。
いい香り。